私の用意した謎はあなたには簡単すぎたようですね、カンパニーの使者。お世辞をどうも。あれだけの手間をかけて歓迎してくれたことに感謝するよ、サンデーさん。ただこれは誠意ある招待とは思えないね。ええ、これは招待ではなく呼び出しですから。話し合いを始める前にあなたの品性を試さなければなりません。おそらくあなたのそばにいる博学なご友人にいろいろと助けてもらったのでしょう。ああ、そのことは僕よりも君の方がよくわかってるはずだ。彼は自分の役割を忠実に果たした。そうだろう？ええ、先日教授はアベンチュリンさんの高貴な人柄を保証してくれました。あなたも教授同様正直な心を持っていて、ファミリーが信頼するに値すると。今あなたの人となりがよくわかりました、アベンチュリンさん。あなたは勤勉で寛大で協力的だ。そして数々の障害を乗り越え私の前に現れた。これだけでもあなたの知恵と勇気を信じる理由になるでしょう。ですが一つ聞かせてくれませんか。あなたの才覚が誤った方向に使われ、会うべきではない人物に出会い、現れるべきではない場所に現れ、起こるべきではない惨劇を目撃したことについて。顔色があんまり良くないね。一応確認するけど、君を苛立たせているのは僕かな？もし違うなら僕は君の味方だ。私の理解が間違っていなければ、今の言葉ファミリーを激しく非難しているように聞こえたのですが。その理解で合ってるよ。だって君のそばでは静かに悪が増長してるんだから。腹の探り合いはやめて妹さんのことについて話そう。彼女の才能は芸能界でも右に出る者がいないほどのものだ。でも君も知っているようにピノコニーに戻ってから彼女の声はずっと不調だった。さらに恐ろしいのは彼女はもう歌うことができないということだ。これは誰の仕業なのか。みんな犯人は外部の人間だと思ってるけど、僕は知ってる。君の心の中には別の答えがあることをね。今君の高貴な身分はかえって枷となり、犯人を捕らえて妹の敵を討つことができなくなっている。君は孤立無援だ。だから激しい焦燥を感じてるんだろう。でも心配することはない。僕は君の味方だから。アベンチュリンさんがそう思ってくださるのはとても光栄なことですが、一つ確認させてください。あなたのように私欲がなく寛大な方なら見返りなど求めませんよね。ああ、今回のことで君が何かを失うことはない。僕はただ自分のものを取り戻したいだけさ。好みの自由、ファミリーが保管している携行品、あの謝礼金、そして奇跡の入った箱。その通り、奇跡。戦略投資部の貴重な資産、孫悟の指令の体験が収められた聖なる石で、生産のエキスパートたちが一つずつ持っていると聞いています。それほど貴重な品なら他のどんな報酬よりも価値があるのではないですか。でも君も知ってるだろ、真実を明らかにするためにはある程度の高いリスクがつきものだって。アベンチュリンさん、あなたは外にいるとき常に自分の身だしなみに気を使っていますか。ネクタイはまっすぐに、シャツはベストから出ないように、スラックスのラインは直線になるよう保ち、
常に靴の先に合わせるといった具合に。もちろん。そうですか。ですが私は違います。なぜならそれは適切ではありませんから。本来なら外に出る前に全てを整え、決してずれないようにしなければならないのです。私はいかなるリスクも犯さない。奇跡はファミリーが保管しなければなりません。少しも相談の余地はないのかい？二度も断らせないでください。わかった。じゃあ謝礼金だけ返してくれればいい。さすがにそれは返してくれるだろう。商人は交渉のカードがないと何もできなくなってしまうからね。思っていたより妥協するのが早かったですね。残念ながら商人よりもギャンブラーの方がチップを必要とするものです。謝礼金をお返しするのは構いませんが、その前にあなたの口からはっきり聞かせていただきたい。あなたがすっぱりと諦めたあの箱の中には一体何が入っているのですか？三つのカンバセを持つ魂、その熱き鉄を彼の舌と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたまえ。何をした？調和の光の下ではいかなる罪悪も隠すことができません。祖に光を降臨させるよう願い、私が祖の代わりにあなたに質問していきます。そしてあなたには私の信頼を得るために身の潔白を証明する時間が113秒与えられる。僕が答えることを拒否したら？それでは調和があなたを拒絶するかどうか試してみましょう。質問、あなたは奇跡を持っていますか？ああ。簡潔な回答ですね。あなたも多くを語ることの危険性を理解しているようだ。あなたはピノコニーに来た時、奇跡をファミリーに渡しましたか？ああ。あなたがファミリーに渡した奇跡はあなたのものですか？ああ。今あなたの奇跡はこの部屋の中にありますか？ああ。あなたの記憶はいかなる形でも改変または削除されていないと誓えますか？これにはガーデン・オブ・リコレクションの技術を含みますが、それに限りません。ああ。あなたはスガンニアのエビ金属ですか？ああ。ってそんなことまで知ってるのかい？エビ金人は自分や他人の思考を読み取ったり改変操作したりする能力を持っていますか？ないね。それが何か関係あるのかい？あなたは自分自身よりも家族を愛していますか？ああ。エビ金人は全員ある虐殺によって命を落としましたか？いや。あなたは一族で唯一の生き残りですか？多分ね。あなたはこの世界を憎み、自分の手で滅ぼしたいと思っていますか？わからない。興味深い。では最後の質問です。あなたは今砂金石が無傷でこの箱の中にあると誓えますか？もちろん。答えは出たようですね。箱を開けてみてください、アベンチュリンさん。これは
あなたの名誉を守る最後のチャンスです。探していたものですよ。約束通り来てくれましたね、博識な教授。これはこのドタバタ劇の中でファミリーの味方になるということでよろしいでしょうか。なぜ僕を引き入れられると思うんだ。聞いたところによると、あなたとアベンチュリンさんの関係は決して良好とは言い難い。そして私は知っている。あなたが何よりも知識の追求を優先する真の学者であるということ。それが分かっているなら、一人前の学者は自分の立場をわきまえ、つまらない尊厳のために大事なものを失ったりしないことも知っているだろう。もしあなたがファミリーに協力してくれるなら、性格に関する私たちの研究成果を全て差し上げましょう。ファミリー以外にそのような知識を共有しようとする派閥がないことはあなたもよく知っているのではありませんか。言ってみろ、僕に何をしてほしいんだ。アベンチュリンさんの計画の全貌を教えていただきたい。君たちは彼の軌跡を取り上げたんだろう。羽を抜かれたクジャクは飛べないぞ。しかし戦略投資部の10名のエリートたちには強い団結力があり、カンパニーの利益のために手を取り合っていると聞いています。もう少し分かるように言ったらどうだ。アベンチュリンさんが差し出した奇跡は本当に彼のものなのでしょうか。彼が他人の奇跡を渡したんじゃないかと疑っているのか。銃の赤心の団結力を買いかぶりすぎな。彼らにとってあれは命よりも大切なものなんだぞ。ですが彼が狂ったギャンブラーであることはあなたも知っているでしょ。勢いがある分警戒もしなければなりません。彼と同じ考えの奴がいるとは思わなかったな。まったく、君は一度精神科医に見てもらった方がいい。箱を持ってきてくれ。奇跡が入っている箱は特別な作りをしていて、カンパニーの幹部や関係者でなければ開けることができない。僕はその中に含まれている。お願いします。残念ながら君の推測は正しかったようだ。金色の石ですか。クリフォトの生体の光と同じ色ですね。これは彼が君を欺くために用意した言い訳だな。銃の赤心は自分の意志で奇跡を掘り、唯一無二の輝きを放たせる必要がある。それを君に教えたりはしないだろう。そしてこの金色の石はトパーズのものだ。別名は黄玉、砂金石ではない。どうする、彼を問いただすか。まだその必要はありません。それよりも私は彼の軌跡が今どこにあるのかを知りたいですね。一番安全な場所、君が絶対に思いつかないような場所だ。そもそも
彼は隠そうとはしていなかった。最初からあの奇跡は君の手の中にあったんだ。なるほど。このバッグ、命よりも大切な奇跡を安っぽい宝石の中に混ぜ、謝礼金と偽って預けるとは、いかにもアベンチュリンさんらしいやり方ですね。そして後で何かしらの理由をこじつけ、君の注意をそらして謝礼金を取り戻そうとしている。これは賭けだ。彼は一歩間違えれば全てを失うと分かった上で賭けに出たんだ。博識な教授、ご協力ありがとうございました。ファミリーは必ず恩人に報いると約束します。ならず者については相応の恥辱が与えられることを願いましょう。あなたに目の肥えたご友人がいたおかげで、あなたのキャリアに完全な失敗を付け加えることができました。レイシオ、この野郎。本性を表しましたね。ついでに言っておきますが、今のところあなたに残された時間はあと17システム時間です。この時間を大切にして失敗の余韻をしっかりと味わってください。もう少しはっきり言ったらどうだ。先ほど私があなたに施したのは調和の洗礼。あなたは神の光の下で忠誠を見せるべきでしたが、身勝手にも嘘をつき、洗礼を審判に変えてしまいました。私にはそれを解く理由がありません。はっ、これが調和？束縛と強制の上に成り立ってるのか？それは誤解です、アベンチュリンさん。刑罰とは不真面目な者のためにあるものですが、私はあなたの不屈の心を見て新たな生の可能性を授けることにしたのです。この17システム時間、あなたは無境から出ることも仲間と交流することもできません。あなたに与えられた道は2つだけ。それは約束の期限内に私の試練を達成できるかどうかにかかっています。成功すれば調和のハーモニーに溶け込み、ファミリーの一員になることができる。失敗すればエターナリオンの怒りを買い、果てしない深淵に落ちることになる。ですから先ほどは今のところと言ったのです。どっちにしても僕の末路は変わらないみたいだな。確かに私はファミリーに潜む悪を外部から見つけるための使用人を必要としています。そして私は内部から粛清を行い、17システム時間以内に真犯人を捕らえる。その時が来たらあなたの発見を私のものと照らし合わせます。私たち二人の判断が一致するか、あるいはあなたがより多くのものを提供することができれば、祖は本当の慈愛と誠意をあなたに与えてくれるでしょう。恥知らずな偽善者め、僕の全てを奪った上に真実を教えろだって？そんなの不公平だ。君たちの金の匂いが充満した遊園地じゃ、金がなければ何もできない。これはあなた個人の正義の行動、ファミリーの助けを借りるべきではありません。どうぞ、あなたのバッグはそこにあります。その安っぽい宝石で全てを手に入れられるでしょう。それこそギャンブラーが最も得意とすることではありませんか？さあ行ってください。アベンチュリンさん、あなたは自由だ。私はここで吉報をお待ちしています。
つまりこの会合は取り調べでも何かの話し合いでもなく、ただの死刑だったってことか。まさか。アベンチュリンさん、私は本当に知りたいだけです。偶然彼女の殺人現場に現れた通りすがりの人物が何を発見できるのかをね。ああ、そうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。まだ何かあるのかい？あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？カカワーシャ、どこに行ってたの？怪我してるの？それを取り返しに行ってたんだよ、お姉ちゃん。あの人たちのところに行ったの？危ないじゃない！こんなネックレス、食べれるわけでも飲めるわけでもない。これがなくても生きていけるけど、弟のあなたはいないとダメなの。もう二度とあのカティカ人たちには近づかないって約束していい？お姉ちゃん、そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。バカなカティカ人なんかより僕の方が頭がいいから、あいつらとゲームをすると絶対に僕が勝つんだ。勝つ？一体何があったの？詳しく教えて。あいつらと賭けをしたんだよ。砂漠の2羽の鳥と僕、どっちが先に死ぬかってね。それで僕が勝ったんだ。あいつらは僕がイカサマしたんじゃないかって疑ってたけど、そんなことしてない。ちゃんと正々堂々勝負したんだ。うん、あなたなら勝てるだろうね。あなたは昔から運がいいから。その幸運は地母神からの贈り物なんだよ。でもだからってカティカ人と張り合っていい理由にはならない。彼らは血に飢えていて残酷で強欲なんだから。お父さんとお母さんのことを忘れないで。これはただのネックレスだけど、カカワーシャ、あなたは私の最後の家族なの。うん、お姉ちゃん、ごめんなさい。僕、お姉ちゃんに喜んでもらえると思ったんだ。これはお母さんの形見のネックレスだから。もうこんなことしないよ。もちろんネックレスは大事だけど、私にとってはあなたの方がずっと大切なの。だって最愛の弟なんだから。あなたを責めるつもりはないけど、お母さんの言ってたことを忘れないでね。苦しみと貧困は地母神の試練。でも地母神は私たちにチャンスも与えてくれた。それがあなたの幸運だよ、カカワーシャ。あなたの幸運は私たち、うん、全てのエビキン人にとって最も貴重な宝物なの。あなたは地母神の祝福を受けた子供で、一族を幸福に導ける。だからちゃんと自分の身を守って、苦しみや貧困を憎まないで。分かった？うん、言うことを聞いて地母神に誓うの。うん、分かった。僕は地母神に誓ってこの財産を守り続ける。でもお姉ちゃん、もし三つの目を持つ地母神が本当に僕たちを見守ってくれてるなら、お父さんが竜さんに飲み込まれた時どうして助けてくれなかったの？お父さんは地母神に捧げる供物を用意するためにカティカ人のところまで行ったのに、お母さんが僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、地母神はどこにいたの？お母さんは最後の瞬間まで地母神に許しを求めてたのに。お姉ちゃん、みんな僕のことを賢いって言うけど、僕にはわからないんだ。すべての雨が地母神の許しと恵みだって言うなら、僕たちは一体どれだけの過ちを犯して死ぬためだけに生まれてきたんだろう。